うございます。アイジュリオがいない。またノッツベリーファーム行きます。そう、今日またこの間行った遊園地に行きます。今日は日曜日ね。で、エドは今日5時から仕事なので、今何時、もうね、今10時なの。だからもう本当に数時間、3、4時間遊んで、で帰ってきてエド仕事に送ってって感じです。バナナどうしたの？昨日とか今日とかすっごい日差しが強いし、暑いのね、カリフォルニアだから。ちゃんと日焼け止めも持ってきます。やっぱり平日だったからすごい空いてたけど、見て、フーチョアイエーイイエーイ。もうパーキングが全然できなくて、人です。いろんなところにぐるぐるしてて、どこに止めたらいいんだっていう感じになってます。こないだ来た時は火曜日だったじゃない。で、乗り物も1回乗って、で降りて、あ、もう1回乗りたいって言って、また乗るところに走っていったら、またすぐ乗れて、でぐる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 何度も乗れたぐらい空いてたの。でもやっぱ今日日曜日、初めてなんですけど日曜日来るのは。もちろんこんな感じなんですね。まあ混んでるっていうのは予想してたけど、やばい。舗装もされてないこの駐車場、やばい、ウケる。なんでグラスだから、これはめっちゃ焼けちゃうね今日。Thank you. すごい風今日。もうボーボーしてる。かわいい。なってるなってる。エルサみたいに歩いて。こういうレストラン見るとバックトゥザフューチャーを思い出す。
Where's the key? もう帰ります。ただいま1時半。もう帰ります。おはようございます。今お昼寝から起きました。でブーチまだ寝てて、で子供たちはあの遊園地から帰ってきた後もうすぐに10分たりとも休まないで、でこの時間までずっと今近所のプールで友達と泳いでます。見に行きたいけどあのブーチが寝てるから行けない。昨日買い物行ったので、12ドルでこのサングラス買って、であとこのネックレスも買いました。朝これがテーブルの上に置いてあって、こうやって置いてあって、で子供たちが笑ってたんだって。ママこんなイヤリングこうやってやるんだ、でけーって。ネックレスでした。これ6ドルで、あとこのトップスも買ったの。私の大好きな、洋服のブランドがあって、ケイトリンっていうんだけど、そう最近そこでばっかりトップス買ってます。なんかねすごく安くて、だいたいトップスが30ドルから35ドルぐらい、5ドルぐらいっていうのが相場の値段で、高くもないし安くも、そんな、まあ、H&M とかフォーエバー21よりはよりそんなに安くないんだけど、生地もしっかりしてるし、すごく好きなね、ブランドで着てみる。こんな感じです。こう肩出しのタイプで、こんな感じ。あ、すごく乾燥してるからさ、もういっぱい目薬やらないと。超ドライアイ、すごい乾燥してるのね。今からちょっとお風呂行ってきます。お風呂行って髪の毛洗って、今日夕飯何にしよう。ママママ、痛い。暑い？ブーチも起きてます。子供たちも帰ってきてます。プールどうだった？楽しかった。サリ楽しかった。今オーラフ作ってます。オーラフ今オーラフ。ママまだまだ、ママ、穴雪人気は根強いです。ママ、あ、落ちたの？うん、熱いよ。とりあえずあのもうこの子だけさ、お腹が空きすぎてるとさ、もちろん待てないじゃない、ご飯。だからもうとりあえずの。何食べてんの？うん、ご飯。カニカマ美味しい？うん、見せて。カニカマ見せて。
豆腐も美味しい。じゃあここに隠しておいてあるんだけど、ケーキもらいました。ヒヒヒヒヒ、早く食べなさい。今日はもう家にあるものを適当にやって、もう卵焼きを焼いて、コーンやって、豆腐もう適当でいいね今日は。ごめんね。そしてとも近所の男の友達がケーキ持ってきてくれたから、ありがたくデザートにいただいて、これしててさ、ごめんねこんな顔ねって言って現れたわけ。そうしたら、それ何、いつもやってみたかったんだよねって言うから、ちょっとあげた2、3枚。僕も若くなりたい。ありがとう、愛ちゃん。みんなでシェアして使ってます。チケット見せて、動物園の、うん、動物園のチケットもらっちゃった。今週のさ、土曜日か日曜日、動物園行かない？何動物園って。ジュリア、動物園って何？ズーン。そう、ロッパの自然館。ここね、ここに。それはパパとでしょ。ママ、ママ、うん、これ見た。ズーン。あ、だって見た。動物何が好きなの、サリ？セコアラ。ジュリアは？僕は、カヨテ。ブーチ何が好きなの？ん？何が好きなの、ブーチは？ん？何が好きなの、ブーチは？何好き？ブーチ。え？ボブ好きなの？うん。パンダ。パンダ？うん。僕のベロでポイントするのどこ行ったらか。いっぱいステッチがどんどん飛び出てきてる。また歯医者さん行く？なぁ。ちょっと。この子もベリーセンスだ。ダメージサージュリー。We are here at the orthodontist about to go in for Alyssa to get her braces. She got her spacers last week. ケーキ食べんの？セッチ、セッチして本当に好きだね。フォーク？いるね、フォーク。今も見て、見て、泣くから見て。こんなマンリー。いつもね、このおじさんくれるんだよね、ケーキ。見て、見て、ほら。マンリー。うん、もういいよ、マンリー。はい、ジュリア、どうぞ。うん。いいよ、いいな。やばい。おお、優しい。食べなさいだって。Thank you。お姉さんには？ねえねえには？ねえねえに。Thank you. Thank you. おいしい？おいしい？おいしい？なはにさ、ブラウニーみたいな。サリーもスライスいる？これ何？うちらみたいにビデオログやってる人？うん、ファミリーファンパック。サスターがやばいよ。ファミリーファンパック。これ見れば。見てよ。僕も見た。全然ない。どうしたのこの人も、手術？この人手術って何だか知ってる？手術落ちてる。落ちて
手術やってる。まあじゃあ大した手術じゃないな。わー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 、手これで拭いても。誰のジュリー、手伝ってあげてね、食べるの全部食べれない。甘すぎ、牛乳と一緒に食べよう。マインするの、お姉ちゃん、お兄ちゃんにあげてじゃん。うめえ。僕のって言って。うめえ。僕言って。うん、僕のブーチって言って。ママ見て、寝ないよ。ございます。あれ、ジュリオがいない。またノーツベリーファーム行きます。そう、今日またこの間行った遊園地に行きます。今日は日曜日で、でエドは今日5時から仕事なので、今何時、もうね、今10時なの。だからもう本当に数時間、3、4時間遊んで、で帰ってきて、エド仕事に送ってって感じです。バナナどうしたの？昨日とか今日とかすっごい日差しが強いし、暑いのね、カリフォルニアだから。ちゃんと日焼け止めも持ってきます。平日だったからすごい空いてたけど。もう一応見て、フーチャーイエーイイエーイ。もうパーキングが全然できなくて、人人人です。いろんなところにぐるぐるしてて、どこに止めたらいいんだっていう感じになってます。フーチー、この間来た時は火曜日だったじゃない。で、乗り物も一回乗って、で降りて、あ、もう一回乗りたいって言って、また乗るところに走って行ったら、またすぐ乗れて、でぐる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 何度も乗れたぐらい空いてたの。でもやっぱ今日日曜日、初めてなんですけど日曜日来るのは。もちろんこんな感じなんですね。まあ混んでるっていうのは予想してたけど。 Doesn't matter, it's not cops anymore here. やばい。 舗装もされてないこの駐車場、やばい、ウケる。なんでグラスだから、これはめっちゃ焼けちゃうね今日。じゃあここに隠しておいてあるんだけど、ケーキもらいました。ヒヒヒヒヒ、早く食べなさい。今日はもう家にあるものを適当にやって、もう卵焼きを焼いて、コーンやって、豆腐、もう適当でいいね今日は。ごめんね。そして、近所の男の友達がケーキ持ってきてくれたから、ありがたくデザートにいただいて、これしててさ、ごめんねこんな顔ねって言って現れたわけ。そうしたら、それ何、いつもやってみたかったんだよねっていうから、ちょっとあげた2、3枚。僕も若くなりたい。ありがとう、愛ちゃん。みんなでシェアして使ってます。
チケット見せて、動物園の。うん、動物園のチケットもらっちゃった。今週のさ、土曜日か日曜日、動物園行かない？何動物園って ジュリオ、動物園って何？ズーン。そう、パパの全館。ここね、ここに。それはパパとでしょ。ママ、ママ、うん、これ見た。ズーン。あ、だって見た。動物何が好きなの？サリセコアラ。ジュリオは、カヨテ。ブーチ何が好きなの？ん？何が好きなの、ブーチは？ん？何が好きなの、ブーチは？何好き？ボブ。え？ボブ好きなの？うん。パンダ。パンダ？うん。僕のベロでポイントするのどこ行ったらか。いっぱいステッチがどんどん飛び出てきてる。また歯医者さん行く？なぁ。ちょっと。この子もベリーセルスだ。ダメージサージュリー。We are here at the orthodontist about to go in for Alyssa to get her braces. She got her spacers last week. ケーキ食べんの？こんな感じです。こう肩出しのタイプで、こんな感じ。あ、すごく乾燥してるからさ、もう。いっぱい目薬やらないと。超ドライアイ、すごい乾燥してるの。ね、今からちょっとお風呂行ってきます。お風呂行って髪の毛洗って、今日夕飯何にしよう。ママママママ熱い？うん。プーチも起きてまーす。子供たちも帰ってきてまーす。プールどうだった？楽しかった。サリ何？楽しかった。今、オーラフ作ってます。オーラフ。今、オー。まだまだ。ママ。穴雪人気は根強いです。ママ。あ、落ちたの？うん、熱いよ。とりあえず、もうこの子だけさ、お腹が空きすぎてるとさ、もちろん待てないじゃない、ご飯。だからもうとりあえずの。何食べてんの？ご飯。あ、ご飯。あ、はん。カニカマ美味しい？うん。見せて。カニカマ見せて。お豆腐も美味しい？うん。
Where's the... もう帰ります。ただいま1時半。もう帰ります。おはようございます。今お昼寝から起きました。でブーチまだ寝てて、で子供たちはあの遊園地から帰ってきた後もうすぐに10分たりとも休まないで、でこの時間までずっと今近所のプールで友達と泳いでます。見に行きたいけどあのブーチが寝てるから行けない。昨日買い物行ったので、12ドルでこのサングラス買って、であとこのネックレスも買いました。朝これがテーブルの上に置いてあって、こうやって置いてあって、で子供たちが笑ってたんだって。ママこんなイヤリングこうやってやるんだ、でけーって。ネックレスでした。これ6ドルで、あとこのトップスも買ったの。私の大好きな、洋服のブランドがあって、ケイトリンっていうんだけど、そう最近そこでばっかりトップス買ってます。なんかねすごく安くて、だいたいトップスが30ドルから35ドルぐらい、5ドルぐらいっていうのが相場の値段で、高くもないし安くも、そんな、まあ、H&M とかフォーエバー21よりはよりそんなに安くないんだけど、生地もしっかりしてるし、すごく好きなね、ブランドで着てみる。Okay, we're going to the PT, please. Thank you. すごい風今日。もうボーボーして。やりたいから。かわいい。なってる。エルサみたいに歩いて。こういうレストラン見るとバックトゥザフューチャーを思い出す。見てる方が怖い。